おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは水色ラッキーナンバー8です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。ソードの4の正位置が出ました。静かに休み体制を整える。心身ともに疲れ切っている様子です。精一杯のことはやったけれど、どうもうまくいっていないのかもしれません。問題が山積みだとしても、今は自分を癒すことが先決です。自分自身を取り戻して、英気を養い復活するために、必要な休息期間です。今は休息を取る時期です。このまま続けるのは無理がありすぎる、そんな思いが、気力を奪っているようです。これまで順調だったことが、ことごとくダメになったとすれば、これ以上進むべき時ではないのかもしれません。冷静さを取り戻せば、問題が問題でなくなることもあるはずです。健康面では、休息または回復を必要としています。根本治療です。気になる症状がある人は、早めに診療を受けてください。自身のケアが何よりも重要です。心の問題が関連する病気が発生するかもしれないことも表しています。無理をせず、ゆとりとゆっくりさを心がけて休息へと心を向けてください。ソードの4の正位置の意味は理不尽な出来事、スランプ、ストレス、停滞、恐怖、不安、ストレス、圧倒感、精神的な過負、距離を置くべき、喧嘩や結婚話は一時停止。2枚目めくっていきます。ワンドの2の正位置が出ました。目標に到達して自信に溢れている。自分の功績や成長に手応えを感じて、さらに上を目指したいという野心が生まれています。肉体的な欲求と本能を理性でうまくカバーし、情熱を実現させるべきか計画を練っている段階です。これまでの努力がそれなりの成果になっています。現状に不満はなく、もっとできることがあると前進している時です。あなた様にできることはまだまだ、たくさんあります。すべてに感謝して、さらに発展させるために心を砕いてください。それが周囲にも恩恵を与え、さらに自分自身を奮い立たせる自信になります。目標を再設定して、突き進んでいきましょう。ただし、続ける意志のない事柄を続けることはやめてください。もっと成長したい、全身全霊で取り組みたいと思うこと以外は、退いた方がいいでしょう。すべてをこなすことはできませんが、あなた様にしかできないことを成し遂げることはできます。あなた様はそのためにこの世に生を授かっているのです。ワンドの2の正位置の意味は恋の目標を達成する、相手を手中に収める、舵取りを任される、責任を全うする、成功者、健康な体、お金を手にする、自己管理。本日の占いは以上になります。少
少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。